永久保存版、血糖値の上昇を抑える毎日食べられる食品19選。1、ヨーグルト。血糖値を下げる唯一の体内ホルモン、インスリンは小腸から分泌されるインクレチンによって働きが促される。ヨーグルトに豊富なホエイプロテインはそのインクレチンの分泌を促進するため、結果的に血糖値の上昇を抑えられる。2、ハイカカオチョコレート。カカオ含有量 70% 以上のハイカカオチョコレートには血糖値の上昇を抑える働きがある。1日 25g ほどを分けて食べると良いだろう。3、コーヒー。砂糖の入っていない無糖コーヒーには血糖値の上昇を抑える働きがあることが分かっている。1日3杯程度のコーヒーで糖尿病リスクが最大 40% ほど低下するという研究もある。4、牛乳。牛乳を食事中に摂取した場合、何も飲まなかった時と比較すると血糖値の上昇が抑えられるという研究がある。ヨーグルトと同様、ホエイプロテインの作用による。5、節分の豆。節分の時に巻く豆といえば煎り大豆。豊富に含まれるイソフラボンには糖尿病リスクを低減する働きがあることが知られている。また同じ大豆製品でも煎り大豆は食物繊維も多く含む。納豆の3倍程度。食物繊維は血糖値の上昇を緩やかにする栄養素。6、高野豆腐。同じ大豆製品であれば高野豆腐も良い。レジスタントプロテインというタンパク質が変化した栄養素は食物繊維に似た働きをする。血糖値の急上昇を抑える。7、緑茶。緑茶の代表的な成分カテキンには食後の血糖値上昇を防ぐ効果がある。緑茶を1日6杯以上飲む人は飲まない人と比較して糖尿病発症率が 30% 以上低かったという研究も。最近では緑茶に食物繊維を添加した糖質対策飲料もよく売られている。8、こんにゃく。こんにゃくには水溶性食物繊維が豊富。腸内をゆっくりと移動し血糖値の上昇を妨げる働きがある。9、メカブ。メカブのぬめりやとろみは糖を取り込み体外に排出してくれる働きがある。またメカブなどの海藻類には豊富な水溶性食物繊維が含まれる。体内で水に溶けジェル状になり腸壁に膜を作る。結果糖質の吸収が抑えられる。10、ブナシメジ。食物繊維が豊富なキノコ類の中でもブナシメジはインスリンの分泌を促進する作用がある。血糖値の上昇が緩やかになり糖尿病対策となる。11、マイタケ。同じキノコ類ではマイタケもおすすめ。インスリンの材料となる亜鉛や血糖値上昇を抑えるマグネシウムを含む。加えてキノコ類なので食物繊維も豊富。12、玉ねぎ。血糖値の高い方はミネラル不足の傾向にある。玉ねぎには豊富なミネラルが含まれるほか、血栓予防など他の循環器にまつわる疾患を防ぐ働きも期待できる。13、オクラ。野菜界ではオクラも優秀。あのネバネバの正体はムチンやペクチンなどの食物繊維の一種。血圧を下げ糖を包み込み排出する働きがある。インスリンの働きを良くするミネラル類も豊富。14、アロエ。インスリンの分泌を促すアルポランという多糖類が含まれる。ヨーグルトなどと一緒に摂取すると良い。15、バナナ。カロリーオーバーには注意する必要があるが、豊富なカリウムには血糖値を下げる働きがある。またビタミンやミネラルも多く、甘さもあり栄養価も高い。安価であるために続けやすいのも魅力。16、シークワーサー。沖縄の代表的なフルーツ、シークワーサーに含まれるノビレチンという成分には血糖値を下げる働きがあると言われている。17、青魚。生活習慣病予防の定番食品、青魚は血糖値改善にも効果的。良質なその油には
インスリンの分泌を促進する働きがあることが証明されている。18、トマト。野菜の中では単色の野菜より緑黄色野菜の方が食物繊維は豊富。中でもトマトに含まれるリコピンは継続摂取で血糖値を下げる効果があることが認められている。19、ブロッコリー。豊富な食物繊維のほか、糖の代謝を促す葉酸を多く含む。その他、あらゆる面で健康に良い食材の一つ。参考、食事療法。ご飯、麺などの糖質を減らし、食物繊維やタンパク質を積極的に摂ることが大切。なお、食べる順番も重要。いきなり糖質を摂らず、野菜などから食べることが肝要だ。参考、運動療法。運動をすると糖が消費される。つまりインスリンに頼らず血糖値を下げることができる。中性脂肪を減らしたり血圧を下げたりと生活習慣病全般に対する対策にもなる。食後30分以内に20分のウォーキングを。